こんばんは、元男の子の青木香音、いやギャラクシー大好き、ギャラクシー青木です。じゃん、サムスンのギャラクシー S21 ウルトラ 5G ついに買っちゃいました。見てくださいよ、この箱のキラキラ具合、光り輝く S。これまだ日本未発売なんですよ。で、私は海外版のモデルを買ったんですけども、で海外版は日本で使っていいよみたいな感じの、その技的の認証マークがないので、私は事前にこのレビュー動画を撮る前に技的の申請を提出しています。なので、もし私と同じように一定期間海外版のモデルを使いたい方は、画面下の申請フォームから申請してみてください。で、私が購入したモデルはシルバーモデルの512GB モデル、一番スペックてんこ盛りのやつですね。やばい、ちょっと興奮が止まらない、ロマンティックが止まらねえ。で、早速開けていきます。箱が薄くなってるんですよね。パカッ、出たー。なんだこの興奮度は。すいません、ちょっと気持ち悪いことばっか出しちゃって。中身はですね、これだけです。もう中身何も入ってません。先に付属品を見ていきましょう。付属品はこちら、トリセツですね。トリセツ、シムピン、あとは USB Type C のケーブルのみとなっております。めちゃくちゃシンプル。そしてこちらですよ、じゃーん。こちらですね、もう見ての通り画面のフィルムは元から貼られてます。なので、そこまでこだわりない方はもうフィルムはこのまんまでもいいんじゃないのかなと思いますね。早速ですね、外観のチェックをしていきましょう。まず画面サイズなんですけども、 6.8 インチのディスプレイです。で、両サイドが少しラウンドがかっててエッジになってますね。で、もちろんこれはですね、コーニング社のゴリラガラスを使ってます。傷にも強いっていうことです。で、ここ最近ギャラクシーってインカメラのこのくり抜かれてるのがすごいちっちゃいので、別に前面ディスプレイの中にこうやってくり抜きがあってもそんなに気にならないぐらいに、なんかうまく仕上げてきてるなみたいな、さすがって感じですね。で、こちらの解像度なんですけども、クワッド HD プラスというディスプレイで、めちゃめちゃ綺麗です。しかもこれすごいのが、動きがですね、めちゃめちゃ滑らかなんですよ。もう雫がこう窓から滴り落ちるような感じで、もう滑らかなんですよ、めちゃくちゃ。多分普通のスマートフォンの倍ぐらいの滑らかさがありますね。これだけ言ってんだからさ、ちょっとサムスンさん、私に企業案件ぐらいくださいよ。ギャラクシー青木です。めちゃくちゃうぜえなこの顔。そしたらまずサイドはですね、こちらに電源ボタン、そしてボリュームボタンですね。で、面白いのが、今回サイドのこのアルミのフレームなんですけども、この後ろのカメラバンプっていうんですか、これと一体型になってるんですよね。ここ最近の iPhone とか、まあいろんなスマホってこのカメラの土台みたいなところが独立してるじゃないですか。これはサイドフレームと一体型になってるんで、うまくすっきりとまとまってるって感じがします。反対側は何もありません。すごいシンプルになってます。そして上部マイク穴ですね。何もそれ以外はありません。そしてお尻、ステレオスピーカーがあって、 SIM トレイで、これ多分国内版に関してはシングル SIM になるような気がしますね。今私はこれ海外版なんで、デュアル SIM、 2枚の SIM が入るんですけども、ただ残念なことに S21 シリーズから SD カードが廃止になりました。これはまあ私的にはちょっと痛いなっていうポイントなんですけども、なので一番容量の大きい 512GB、 もしくはまあ 256GB とか買えば安心かなとは思います。そして背面ですよ。これね、すごいんですよ。背面がこの最近トレンドの iPhone 12 Pro シリーズと同じようにすりガラス調なんですけども、これね、面白いのが、光の反射によってピンクっぽくなったり青っぽくなったり緑っぽくなったりするシルバーのすりガラスなんですよ。これ私は個人的にめちゃめちゃ気に入ってます。なんか持ってるだけで所有欲満たされるっていうか、指紋も目立ちにくい。これはめちゃめちゃいい。そして来ました、こちらカメラ。びっくりなのが、これ4眼カメラなんですよね。で、超広角カメラが1200万画素。もう超広角はね、なきゃもう言えないぐらいトレンドですから。そして広角カメラ、まあ標準カメラと言われてますけども、これがなんと1億800万画素なんですよね。1億800万画素って使う？
みたいな、そんぐらいの次元の数値なんですけども、まあ、でもすごいですね。アドバンテージになりますよね。そして望遠カメラ、今回ね望遠カメラが2つついてるんですよ。望遠カメラ1個目1000万画素、そして望遠カメラ2つ目、こちらも1000万画素で、なんで望遠カメラが2つあるかというと、これ今回ですねすごいのがズームが100倍なんですよ。100倍ってどういうレベルかというと、もう本当に数キロ先にある東京タワーとかスカイツリーとか展望席の中にいる人影が見えるぐらいのレベル。ちょっとご覧ください。これすごくないですか。これしかもズームしてるのに手ぶれもそこまでひどくなんないんですよ。あと画面の今上部に見えてると思うんですけども、やっぱりズームしすぎると今自分はどこを映してるのかみたいなところが分かりにくくなるじゃないですか。それがギャラクシーは分かりやすくちゃんとガイドがついてるんですよね。ただそこまでズーム するみたいな感じですけども、あるとないじゃあ結構変わりますから、大は小かなる、ごめんなさいちょっと分かりませんそしてですね、これすごいのがめちゃくちゃ寄れるんですよ。ズームが自分の毛穴の毛が見えちゃうぐらい。ちょっと今やってみましょうか。いきますよ。やばい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 、やばくない、毛が見えてるんですよ。でもっとよズームで寄ると、でも顕微鏡レベルじゃないですかこれ。私って黒い毛生えてるんだみたいな。でもこれ普通の倍率に戻しますよ。そしたら分かんないですからね。青木かのんちゃんって毛深いんだねとか思わないですよ。ほら、むしろ私毛深くないですよ。そしてですね、今回のギャラクシー S21 ウルトラはですね、今までのギャラクシーシリーズと違って電池持ちがいいんですよ。これどういうことかっていうと、今までのギャラクシーって結構大容量のバッテリーを積んできてるものの、半日とか使うともうほとんどバッテリー残んなくなっちゃうんですよね。それはギャラクシーって性能が高いんで、処理性能があまりにも良すぎることによってバッテリーへの負荷がすごいでかかったんですよね。なんですけども、今回からなんか最適化されてるのかっていうぐらいめちゃめちゃ持ちます。でこの私が持ってるウルトラの方は 5000mAh なんですよね。これめちゃめちゃいいですよね。今までのギャラクシーシリーズとはもう本当に比べ物にならないぐらい体感のそのバッテリーの持ちの長さが変わりました。で何よりですね、ギャラクシー S21 シリーズって色が豊富なんですよね。ただウルトラシリーズに限ってはその2種類だけしかないっていう、ブラックとこの今回のシルバーで、シルバーは男女どっちにも受けるんじゃないかなって思ってます。で他のプラスシリーズと無印シリーズはファントムバイオレット、ファントムグレー、ファントムホワイト、ファントムピンクみたいな感じで、なんかいい色ですよね。ただ無印の S21 の、モデルに限っては背面がガラスじゃないんですよ。プラスチックなんですよね、まあ、プラスチックなんでちょっと質感も変わるかなと思うんですけども、やっぱりここはすごいサムスンさん、なんか高級感損なわない感じのデザインにちゃんと仕上げてきてますね。そして重さなんですけども、これ結構重たいです、重さが 229g なんで結構重量級というかヘビー級ですよね。これ重たいですはっきり言って。で他のモデルは、無印が 171g、 そしてプラスシリーズが 202g。 あ、プラスシリーズでも 202g って重いんですね。もう 200g 超えたら全て重いと思います。なので基本的に私は両手で使います。で他にもすごいなと私が思ったのは認証スピードです。ロック画面で画面解除するスピードがめちゃくちゃ速いです。今までのギャラクシーシリーズって指紋認証はあったんですけども、ちょっと精度が微妙だったんですよね。少しでもこの指紋認証のボタンを当てるところもずれたらエラーになっちゃうんですよ。ただ今回の S21 シリーズではこの指紋認証の認証スペースがなんか広がったらしいんですよね。いきますよ、ポチッ、めっちゃ速いんですよ。もう一回いきます。はい、ほらめちゃくちゃ早いんですよ。マスク時代にはめちゃくちゃ便利ですね。で顔認証もめちゃくちゃ早いです。いきます、一斉のせ、見た、ポチッ、一瞬ですよ。特にいいなと思ったのは、まあ、もちろん私は iPhone も使ってるんですけども、 iPhone は顔認証をしたらスワイプしないとホーム画面に行かないんですよ。ただ Galaxy はもう認証解除した瞬間に自動でホーム画面にビョッっていくんですよ。これがめちゃくちゃ便利。あと他にも便利だなと思ったのが、このホーム画面の何にもないスペースをダブルタップするとスリープモードになります。いきます、トントン、つける時もこうトントンで指紋認証、もう一回いきます、トントン、こんな感じです。
では今からですね iPhone 12 Pro Max と Galaxy S21 Ultra 投げの比較をやっていきたいと思います。ではですね、今から実際にカメラがどんぐらい撮れるのかっていうのをお見せしたいと思います。まずですね、部屋撮りから始めましょう。今私が撮影してるのはこれ iPhone 12 Pro Max シリーズですね。もう頂上決戦ですよ。じゃあ同じようにインカメで同じような位置で撮ってみますよ。いきます。ポチッ。どうでしょうか。こっちが Galaxy、 そしてこっちが iPhone です。肌の色味になんか違いとかありますか。あとボケ感ですね。好みは皆さんにお任せします。個人的には Galaxy のが好きですね。ちょっと健康的に見えるっていうのが私は好きです。私自身 iPhone もめちゃくちゃ好きなんですよ。普段使い iPhone、 そしてカメラはずっと今までも YouTube 撮影機ということで Galaxy 使ってたんですね。もうカメラは Galaxy しかもう無理だっていうぐらい私は Galaxy が好きなんですよ。 iPhone のいいところってすごい直感的に使えるし、使ってて気持ちいいですよ。ただカメラに関しては少し不健康に見えちゃうんですよね。色の強弱のつけ方があんまり私は好みじゃないっていうのがあって、なのでそこはまあ好みの問題にもよるんですけども、やっぱり仕事でこう YouTuber をやってるのでカメラを撮っててテンションが上がるか上がらないかって私にとってはでかくて、テンションが上がるカメラが私にとってはギャラクシーなんですよ。でですね、もっと面白いのはこのポートレートモードっていう機能があるんですけども、ポートレートモードなんて知ってるやーっていう方いらっしゃると思うんですけども、これは動画版のポートレートなんですよね。これは以前からあるんですけども、ちょっとこれもうレベルアップしたと思うんで実践しています。したらポートレートモードをやりますね。でこれ面白いのがこんな感じにグッと上に上げると強度が増して後ろの背景がめちゃくちゃボケるんですよ。今 iPhone の場合だと後ろの背景にピント当たってるじゃないですか。 iPhone は基本的に全部にピント当てるんですよ。でもこの Galaxy は被写体、要は私、この写っている人物だけにピント当てるみたいな、これがすごい優秀なんですよね。でいろんなエフェクトあってなんか遊び心満載なんですよ。こんな感じにやったりとかこうやったりとか、これ面白いですよね。でこれとか、なんか TikTok みたい。私は基本的に使うとしたら4ぐらいの普通のノーマルぼかしモードでやりますね。これいいですね。あとすごい肌も健康的なんですよ。これ本当に私っていうぐらいすごい綺麗に写ってます。あーでもあれですよ、加工してないですからねこれね、信じてくださいよって言いたくなるぐらいめちゃくちゃテンション上がる画質になってます。あ、言い忘れてました、これあれなんですよ、チップがスナップドラゴン888なんですよね。なので今販売されてるAndroidのモデルでもう本当にトップのチップを積んでるっていう、なのでゲームとかもバリバリサクサクできます。ゲーミングモードとかもありますので、ゲームはサクサクしなきゃ負けちゃうっていう方は Galaxy おすすめです。ではですね、お次は音質のテストをしていきましょう。音質は iPhone 12 Pro Max とこの Galaxy で比較していきたいと思います。ちなみにどちらもですね、ボリュームは最大からマイナス2でやってます。どうぞ。こっちギャラクシーです。じゃあまず iPhone からいきます。では次にギャラクシーの方でやります。でしょうか。個人的にはですよ、個人的には音の広がりを感じるのはギャラクシー、ただ低音とかドンドンドンみたいな、なんかそういう音は iPhone の方がすごい鮮明に聞こえました。これはあくまでも音質素人の青木がと思っただけなんで、皆さんはどう思ったかぜひコメントに書いてみてください。そしたらですね、お次は画面の滑らかさ、これもちょっと iPhone と比較していきたいと思います。どうぞ。
やっぱさすがに 60Hz を搭載しているギャラクシーはすごい滑らかですね。ただ iPhone も普段使ってて別に違和感感じてないんで、あんまり気にしなくてもいいのかなと思いますけども、まあ、滑らかだからなんか、ああ美しいなっていう感じです。でお次はですね、このズーム対決なんですけども、さすがにやっぱりギャラクシーは100倍ズームなんで、これはもうギャラクシーすごいなとしか言いようがないんですけども、なんだろう、使う場面って突き取ったりとか、あとはスポーツ観戦とかする時ぐらいですかね。なんか普段使いでは全然 iPhone でも十分かなと思います。あと夜間の撮影も試しています。まず写真からどうぞ。個人的にはパリッとしているギャラクシーの方が好きです。そのインスタ映えみたいな感じで色がパキッとしてるのが好きですね。でも iPhone は iPhone でバランスいいなって、加工を自分でしやすいようにすごいフラットに表現してくれてるっていう感じですかね。そして動画もこちらです、どうぞ。ということで今夜間の動画撮影をしているんですけども、これおかしいなと思うのが、今空明るく見えますよね。これ暗いんですよ、普通に夜なんですよ。ただ両機種とも空がなんか明るく見えるんですよね。すごいな。両機種の違いなんですけども、どちらも綺麗です。そして夜間帯の撮影にもかかわらず手ブレ補正もしっかりと効いてるっていうのがすごいなって思うんですけども、ギャラクシー、この左側ですね、ギャラクシーの方が色味がパキッとしてますね。なんか濃い味みたいな感じで、私は個人的に好きですね。そして iPhone、この右側ですね、 iPhone の方はすごい色味がフラットでちょっと温かみがある感じですね。編集で色味をいろいろアレンジしやすいのは iPhone かもしれないです。ただギャラクシーの方がすごい濃い味って感じでパキッとしてます。いかがだったでしょうか。これはね、正直どっちもどっちかなと思いました。やっぱりスマートフォンって大きいああいう一眼レフのカメラとは違って限界があると思うんですよ、カメラに。なので明るい場所だったら全然そのでっかい一眼レフのカメラのようにすごい綺麗に撮れるなと思うんですけども、暗いところは正直どっちもあんまり実用的ではないかなと思いましたね。まあ、でも YouTube とかやる分にはいいかなと思っております。で最後にですね、ちょっとこれおまけなんですけども、私あんまり使わないんですが、ペン機能が使えるんですよね。これギャラクシーの S ペンっていうやつなんですけど、これ別売りなんですけども、これお絵かきができるんですよ。お絵かきとかメモ機能とか、まああんまり使わないかなっていう、メモとかフリック入力で十分だからあんまり使わないですけども、あったらあったでいいよねみたいな、あとメモ中の方もいるじゃないですか、まあ、そういった方にはすごい便利かなと思います。で最後に予想の値段なんですけども、多分13万から15万あたりだろうなと思います。私これ海外版のモデル買ったんで、これ買った時は16万円でした。 iPhone とあんまり値段は変わらないと思います。高いけどそれなりに満足させてくれます。ということでいかがだったでしょうか。今回はギャラクシーS21 Ultra 5G のレビューをさせていただきました。なんかこういうところが聞きたかったとかありましたら、また別で動画出しますので、ぜひご要望とか感想ありましたら画面の下のコメント欄にお願いします。少しでも今回の動画が楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。